ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは、こんばんは、漫画家のサイモン文です。最初はうちの夫に仕事辞めるなって言われて泣き泣き仕事を受けてたんですけれど、いや、それは君が辞めたら家のローンが返せないっていう話ですよ。まあでもありがたいと思ってます。多分うちの夫と結婚してなかったら漫画家になってなかったと思いますし、なってもすぐ辞めてたと思いますね。ただ一番最初の子が産んだのが25なんですよ、私で。25でやっぱりさすがに辞めるっていうのは、漫画家としてもやっぱり中途半端だったので、その頃は私漫画家としての目標があったんですね。でそれは、日本中の人があの作品って言ったら、ああって分かれてくれるような作品を一本でも書いたらやめてもいいなと思ってて、それを目標に、35ぐらいまでは頑張ったと思う。35歳ぐらいまで。一応まあ東京ラブストーリーがまあ一応認知されたので、まあもういいかなとも思ったんですけれども、それでもやっぱりこう毎日友達と会って話して家事をして暮らしてるうちに、どうしてもこの友達面白いから表現してみたいっていう、そういう欲がやっぱり、専業主婦ではやっぱり、やっぱりそれだけでは物足りない自分っていうのはあったんですね。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイト、ヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。